皆さんこんにちは。いよいよ、明日明後日那須烏山市の山毛祭りです。でその次の土日が、鹿沼市の銀座通りの七夕祭りです。そしてドラゴンクエストの最新作がいよいよ29日ですか、確かね、出ますけど、今はまだ買えない里誠です。今日はですね、これすごいでしょ、これもう山の上ですよ、山のね、これ見てください。ここはですね、これ那須烏山市の、まあ、あるところに来てるんですけど、これズバリ那須烏山市の市民にも聞いてみたいですけど、ここ来たことある人とか知ってる人ってそんなにいないんじゃないですかね。まあ翻って結局、じゃあ意外とその自分が住んでる町とか、国、もちろん国まで含めてね、意外と我々っていうものは、まあ、から意外とまだまだ知らないものとかね、こう行ったことないものって結構あるわけですよね。まあそれがね、いけないことじゃないんですよ、もちろんね。日本の歴史で論文書いてからじゃないと、じゃあ海外でね、行ったり暮らせないのかってことにはなれませんから、やっぱりまあただそうは言ってもね、こういろいろこう少しずつ自分の住んでる町とかね、ふるさととかのこういいものをね、とか知らないものを調べたり、こうそれを人に伝えていくことっていうのも大事なのかなと思ってます。まあそういうね、そのフィードバックを実はとか気づきとかそのひらめきというものを、得るためっていうのでも、実はこの那須烏山市の、このねある場所に来ております。これねすごいでしょ、これね、今日来た目的って実は他にもいくつかあるんですよ。実はまあ明日その山上祭りですから、まあ今日もし今日金曜日なんですけど、今日少しでもこうなんか情報をアップすることができれば、まあ土日行ってみようかなって、なるわけですから、でまあね、同じ鹿沼市の秋祭りがそのユネスコにね同じく登録されたっていうことなんで、またそれがねつながってこう鹿沼にね来てもらえるこうきっかけにもねなるのかなってもなりますし、さっきも言ったようにそういう他者の視点でね、あるよその街を見てみることで、じゃあそこで気づいたこととか思ったことを、こう自分の街だったらどうだろうっていうことにフィードバックするために、そういうアイデアと気づきを得るっていうのももう一つ来た目的でもありますし、もう一つはこの那須烏山市にですね、3人市議会議員の方で実はこう近づきになる機会がありまして、その3人の方に対しても敬意を表するためにも、その3人に、ね、の皆さんが住んでいる町どういうものかっていうのを、ね、自分の中で少しこう見て、こういうところがいいんじゃないんですかとかね、そういうなんていうか本当にこう来て見ることで敬意をね、表するためっていう、そんな意味で実は、今日来てます。これね、ここは本当に実はなんかこうグライダーがね飛ぶ場所で、きちんとお断りをした上でこう来て見てるんですけど、これねいいなと思ったわけですよ。でやっぱね涼しいんですよ。でね、これ見晴らしを見てください。もうこれもうまさにドラゴンクエストじゃないですか。こうなんかね、こうオープニングでこうバーッとね、こう眺めをね、すごい世界が広がっていくんだなっていうね感じをね、すごいするんですよね。やっぱこうワクワクするわけです。高さっていうのはですね、昔は実はもっと今よりはもうたくさん価値があったんですよ。物理的に物を上に持ち上げるっていうことには当然エネルギーいりますから、昔はね人のエネルギーでしか物をね上げることができなかったわけですから、高いところに位置するっていう意味ではそれだけがもうそのね、お城だってそうですよ、力の象徴だったり物理的なね、このアドバンテージとかステータスっていうのを証明することにもなりましたし、当然高いっていうことは遠くが見えるってことですから、遠くに何があるのかとか、遠くから敵が攻めてくるのかとか、その情報っていう意味でも価値が、昔は高いっていうところにはね、意味があったわけです。最近はね当然そのエレベーターがあったり飛行機があったりしますけれども、高さっていうものの価値、意外と
忘れ去られてはいますけども、今一度こうやってね、こういう高いところ来てね、今はその気づきとかインスピレーションとか癒しっていう意味でのこういう高さとか見晴らしっていうのには僕は価値があるんだなって気づきました。これね、例えばこういうふうにこう山をね、ある程度斜面をね、こう綺麗にして、例えばですよ、こういうところに本当にね、おしゃれなね、要はソファーと椅子とね、ちょっと勉強ができるこう机があったり、くつろげるソファーがあったりで、ね、当然 Wi-Fi がつながってて、パソコンとかスマホの充電もできてね、でお茶が飲めて、で何よりまあ綺麗なお手洗いがあってね、そうしたらこういうところで一日過ごすことだってできるわけで、その時に一日何千円かっていうぐらいのお金はこれ払うわけですよ。払う、全然喜んで払うじゃないですか。こうずっと一日くつろげるんですよ。3時間もか4時間かぐらいね。そういうね、なんでしょう。今のシニア世代なんかはね、あれですよ。保養所なんかでね、温泉入って、畳でくつろぐのと同じで、今のまあ、僕はもう違うんですけど、まあ、いわゆる現役世代っていうか、若い世代ですね。若い世代にとっては、そういうその、ね、見晴らしがいいおしゃれな、こう、くつろげる空間で、パソコンか Wi-Fi がね、Wi-Fi かパソコンかスマホが、Wi-Fi と充電のがあってね、こうできて、お茶が飲めると。で、こうやって写真を撮ったり、インスタグラムですか?というのなんかに上げられれば、ね、全然それで人が呼べるし、お金を使わせることができるし、経済が回っていくわけですよ。だから、ね、こう山がね、こういうふうに、カルマジだって山いくらだってあるじゃないですか。これできると思いますし、いきなりないところをね、山削れっていうのはどうかと思うんですけど、あそこですよ。ハイランドロッジですか、天野の。あそこを少し、一日若い人が何千円か使って過ごせられるようにすれば、まだまだね、いろいろ、なんか可能性はね、こう、あると思うんですよ。そんなものね。そういうのも、だから、こう、烏山に来てね、あ、いいなと思って、じゃあ、これを金増しでっていうことになるじゃないですか。そういうものをね、今日ちょっと気づいたりしました。まあ、そんなわけで、まあ、そろそろ長いんで、また、そういうことでね、明日、明後日は、那須烏山の山上げ祭りで、お会いしましょう。まあ、僕はいないんですけど。で、秋にはまたね、鹿沼市の、屋台祭りがありますんで、そこでお会い、しましょう。それでは、飛べないんですけど、誰もいないんでね。今度ね、ぜひ自分も挑戦してみたいなと思いますんで、それでは、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ごきげんよう。いや、これいいでしょ、本当にね。はい、すいません。失礼します。